プルが3人をすごい準備してるので、彼らはファッションというのと絡めてもし新しいデバイスを作れるんだらば全然フェイスブックと違う未来を作り合るんじゃないかなとアップル出す出す言ってて出せないのはやっぱりそういうものができてないんですよ、はい、多分できてないんでもしかしたらアップは作れれないかかももしれないもしかしたら、うん。でも誰かが作ると思う、はい、誰かが作ると思うけどじゃあアップルの iPhone が何が優れてたかって、はい、俺意外と。 ガラスだったのかあれゴリラガラスじゃなかったらダメだったんじゃないかと思うなんで今回そういうのが VR でいうとどこなのかっていうのがまだみんな分かってなくてですねただ 3DC 技術のコンテンツ側に関してはどんどんリアルになってどんどん速度が上がってて。してなうとそうなってるし今はもう有機 l エールですかねあれって解像度ががが上上ればるほどリアルに近づくんですよだから 8K とか 16K のディスプレイってめちゃくちゃリアルじゃないですか。 だからあっち方面も何のかあるのかなっていう気もするんですよだから要はあそこに例えば百二百インチぐらいの十六 k のディスプレイがあったら割とそこはもう結構近いと思うんですよそうですねで結構最新のあのスタートアップとかだとそれを研究して,てですね人間の目の解像度を超える VR っていうのを作ってるんですよねうそうだからレティーナを超える VR じゃないですか、はい、でそれともう一つこれ僕は結構だからオキラスが出たぐらいの頃にその議論をしてて、はい だからまだ全然できてねえなとかって思ってるところはそこにもあるんですけど <laughs>、はい、視線の、まあ、レイトレーシングなんですけど、はい、視線トラッキングがなんかできてないっていうか <laughs> だから例えば僕のモデルを作るリアルの 3DCG のモデルを作る僕のねやるときにカメラ、まあ、200台とかでバチッて撮るわけじゃないですかあのデータを今度は再生しなきゃいけないわけですよね。うん、で再生するときにやっっぱりこうディスプレイてて横から見ても その横から見た僕に合わせてくれなないいじゃないですか、はい、でもあれは合わせななきゃいけないけんですよ一つの課題としては視線が変わった時にその向こうに本当にリアルなものが要は画面越しのものじゃなくて画面がないかのように見せるためには画素ごとに全部そのこう方向が変わったら全部変えるような。 一つは技術が必要でででででそれききるんすすかまよ,できますよだから別にそれは原理的にもちろんできるし、うん、例えば僕はなんかまだこのまま78年前に取材してた会社なんだけど富士通からあのスピンアウトしたベンチャーでレーザーで網膜スキャンする技術を開発してるヨシドットレーザーの会社があって。でそこはまだ たぶん開発できてないんだけど RGB 全ての量子ドットレーザーで量子ドットレーザーってすっごい低電力で出せるんですよ。レーザーザってずっとみんな高出力を狙って性能向上していったじゃないうん、うん、だけど網膜に直接スキャンするんだったらむしろパワーエネルギーは小さい方がいいわけですよ。はい、でそれ量子ドットっていう技術を使うとそれができるんですよ。量子ドットっていうのはその量子のなんか一つの溝みたいなところにその1個の量子を。 こう閉じ込める技術でうそうするとそのレーザーって光がこう整った状態にしなきゃいけないんで光を制御する必要があるんだけどそれが制御できる技術なんですよ量子ドットって<ー>そうすると超低出力でレーザー光を発生できてそれはね赤色レーザーだけ彼らできてたんですけどその後どうなったのか知らないんだけどオッチしてないんででもグリーンとかブルーのレーザーが作れると量子ドットレーザーが作れると もう電池の持ちとか気にすることなくずっとつけてられるスマートグラスに近いようなものがあってそれでこう視線をメムスで制御しながらスキャンをするとそういうさっき僕が言ったようなことがあのそれをレティーナクラスでできると多分僕が言ってる世界一旦実現できるんで、はい、そういうものができると変わるかなとか。 そうですねデバイスはまあ結構あのまだ課題がめちゃくちゃ多くてですねなんで今回の議論っていうのは私はメタバースっていうのはハードウェアの革命なんじゃなくてソフトウェア側コンテンツ側の革命だってハードウェアっていうのは遅れてくるんじゃないかなと思ってるのでなんで VR 入るか入らないかって話はちょっとさまつな議論なのかなと思っててですね 3DC でコンテンツ側先にいっちゃってるので,でユーザーもまあ子どもたちもみんな使ってるのでそれは止められななないいんじゃないかなと思ってですねまあだからそうですよね多分そ,そっちの進化の方が早いって。そうです デバイスは相当遅れれるかもしれないです、ねなね、だから VR デバイスありきのビジネスモデルもしくはサービスっていうのはちょっとまだあの時期が早すぎるなと思っててです逆にそのコンテンツありき 3DCG のコンテンツでデバイスは選ばないんであれば全然まだまだ今商機がありますしあとフォートナイトとか売り上げも半端ないでしね あのエピックはポテンシャルがあるっていう。そうそうかだからあれはだからまああれもなんか要は言うとそのアンリアルエンジンとかユニティってものはどういうふうにしてできてきたのかって話があってもともとその 3D CG のライブラリー 要は、はい、そうゲームデベロッパーが作るためのライブラリーっていうのがあってそれを使わないと一からラライブラリ作る、ね、めんどくさいんですよ <laughs> 僕もプログラマーなんでよく分かるんですけど <laughs> 3DCG を簡単に扱えるためのライブラリーってのはそれぞれの会社が作ってそれぞれの会社の中でしか使えなかったりとかしたんですよ。例えばススククエエニッとかもちろんそういうい 持ってたわけですよそういう 3DCG のライブラリ持っていて自分自社だけで使っていたんだけどその小規模のデベロッパーっていうのはだから生まれにくい環境にあった。うん だすごい,い,い技術を持ってすごい発想力を持ってっていう人たちはなかなかやっぱ独立しづらかった環境があったんだけど2000年代になってユニティみたいなコンセプトが生まれていってプリミティブなんだけど最初はだけど 3DCG のライブラリーをオープンにして誰でもすごい小規模のデベロッパーも使えますぜっていうのができてきたんですで。 そうですあとはその欧米は特にその資金調達がすごい割と容易になってきたみたいなところもあってそのゲームデベロッパーがそういうものをこう使うようになってきた流れの中に 4G だったりとかの普及だったりとかそれによってその AWS とかそういったクラウドがこう普及していったっていうところに相まって最終的にその。 フォートナイトとか荒野行動みたいなゲームが何個かできていって、それが今バズってますっていう状況。完璧なあの説明だと思うんで。<laughs> <laughs> まだおっしゃる通りで, <laughs> 確かです。一概に。いや、でも,でもそ、その中で、いや、それ、その歴史で今現状そうだよね。<laughs> はい。で、かつ、まあ、今、そのコンピューターの処理能力もどんどん上がってきてですね。やっぱスマホで見ても、実写レベルのものをリアルタイムで動かすってレベルが。来ちゃってるので、やっぱ、そこの進化って、私感動がしましたね。うん、あ、もう、これと同じものが作れて、リアルタイムでぐりぐり動かせるんだ。 こういう時代になったのでじゃあコンテンツも今まで SNS とか、はい、今のニュースとかも全部そうなっていくとしたらこれは結構大きな革命なんじゃないかなとかつデバイスが入るかどうかっていうのも一旦置いといて話ができるので、うん、なんか今の流れ聞いてるとすごいそのちゃんと歴史が着実に進んで技術も、うん、ソフトウェアの発展も追いついてきてできるようになったってことでなぜ今ここでこうみんな過度に過熱してるのかっていうとこが若干。バズワードっていうのは <laughs> 突然生まれるんですよ、まあ、メーターが1兆円突っ込むっていうことを言って、まあ、実際突っ込みましたしねそれにみんな乗っかろうぜっていうのが一旦あったのかなとあとまあその前にエピックっていうのが成功例としてあって、まあ、フォートナイトを運営してまあ爆に稼いでかつまあアンリアルも進化してきていてでなんでもともとこう生まれつつあった潮流にフェイスブックがめちゃくちゃこう背中叩かれてるんで行かなきゃいけないっていうのでドバッてお金を投下してそれでもう世界中に盛り上がったでもだから結局エピックも買収できないしそうですね<う>欲しかったでしょうねう もうダメですよなんで逆に言うとエピックとかあのユニティっていうのは、まあ、あのフェイスブックから背中を追われてるって不思議な状態になってですねなんで今のうちにそのいろんな会社を買収してフェイスブックと差を離そうっていうことをちく、まあ、とやってるっていう状態だと思います実際メタバースはこう日本企業にその勝機、まあ、まさに佐藤さんの会社がそうだと思うんですけどあるんですか いいそうですね、はい、今回その人材と知財と文化っていうのが一応有利かなと思っててですね、まあ、人材でいうとクリエイターって漫画家とかゲームディベロッパーってめちゃくちゃもともといるので。 あと、知財に関して言うと、まあ、あのワンピースとか、うん、ドラゴンボールみたいな、世界的に人気なコンテンツって、かなり抑えてるんですよね。うん、で、最終的に文化だと、課金文化って、日本結構すごくてですね。すねアプリ内課金って、うん、世界の中でも、ぶっちり日本なんですよね。この三つの在がありながらも、今回インターネットみたいに負けちゃうってなると、よほど、はい、はい。もう、データ楽になっちゃうと思うんで、落と、はい、した方がいいんじゃないかなと思ってます。うん、逆に、宇宙開発とか、ちょっと堀江さん、これは、うん、ノーっていうかもしれないですけども、量子コンピューターだと、やっぱ。資金の投下量は違っていて、中国とかアメリカで。 仕切れなくなっちゃってるので、うん、で今の日本の血の利用を生かせるような分野っていうのは。最新分野だと、私このこういう領域しかないんじゃないかなとちょっと思ってはいますね。仮想空間。はい、のとこですね。衛星データもやってらっしゃると思うんですけども。はい、なんでまあ、私たちもそのど真ん中ロ、ハードウェアだと、私もハードウェアを作る技術はないので。はい、私なりのやり方で、宇宙空間の宇宙技術を、関わるとしたら、うん、衛星データの活用ぐらいなのかなと思っててですね。あとはまあ、えー、宇宙インターネットですかね。はい、ああいうその周辺領域っていうんですかね。うん、そこであれば、まだ勝負できるかなとは思ってます。まあ、僕はど真ん中に。 こうとてすそうでうまあでも地のりはありますからね、うん、それもロケットに関して言うと打ち上げ場が確保できるっていうのは地のりだと思ってるのとうん、うん、あとまあサプライチェーンは工業的な技術のサプライチェーンがあの整っている世界でも稀有な国であるっていう条件があるんで、うん、まあ金の流れだけっていうのはま,、ね、まさにおっしゃる通りで。<laughs> っって作ってんのそうね著書の中でも2年前にもう堀江さんがすぐ連絡が来てっていう、ね、はいでなんかもう、まあ、すげえ詳しくてですねびっくりしてですね、えー、おおこの人とやっぱ違うなぁと思いましたねあの時でそれ以外は誰も興味示さなかったです。なんか今更何やってんのセカンドライフじゃんっていう話になっててですねもうん、儲かんのそれって話をされてですね <laughs> ああやっぱ全然かみ合わないなぁとうんまあまあそうでしょうね多分ね <laughs>